でっけえうんこ出ると気持ちいいよな。久しくしてねえけどさ、久しって言ってもグレーの久しじゃねえからな。なんていうの、ちょっと柔らかめでさ、ムニ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 って出てくるやつなんじゃん。あれめっちゃ良くない？なんていうの、愛されたら、ムニ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 みたいな、ケツ、肛門の周り、クソまみれみたいな時のうんこ。あれ幸せだよな。あのうんこってどういう風に出すんだろう。クーリッシュみたいな。あれいいよな。ムニ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 。俺、あれ、好きだわ、好みだわ。それか、カバみてに、すげえ緩いんだけど、ブシャーって出るやつ。ロケットみてに、空飛べんじゃねえかって時ない。ブーみてえな。あれ、どっちかだな。中途半端が一番良くねえわ。タケコプター、そう。タケコプターって呼ぼう。すごいスッキリすんだよな。カバがうんこしてる時みてにさ、ジェット噴射型。俺一応弱いのかな？ねえ、俺さ、基本毎日下痢なんだけどさ、これってなんか俺胃腸がやっぱ弱いのかな？俺ちっちゃい頃はそうなんだよ。まともなうんこあんま出ないんだよね。だからさ、普通のうんこをした時のテンションの高まり方異常なんだよね。これやっぱ弱いのかな？ガキの頃からだよ。本当に。水分取りすぎなんだろうね。薬何も飲んでない。ただだから、便秘とかは本当に少ない。女性がさ、便秘多いのってさ、子宮が関係してるっていうね。子宮の形的に、なんか、大腸を、子宮がなんか、ちょっと押し込んでるから、硬いっていうね。男性で、あんまいないだろう。男性ってさ、便秘なんだっていないじゃん。女性って本当に便秘にならない？いないよね。男で便秘で悩んでるやつとか、ほんと聞いたことないんだけど、女ってマジでふん詰まりじゃん。俺はよく便秘になる。へぇー。なんかそういうイメージあるね。女ってすぐ便秘になるから。特に若い女。若い女ほんとに便秘になるからね。便もおそらく腸の前道で出てくるだろうから、そういう筋力的な要素も少ないんだよね。腹直筋とかも関与してんじゃねえかな。俺なんか個人的な推測。若い女、だから桐谷美玲とか、あれ細い子って便秘になりやすいんだよね。で、お腹、下っ腹がポッコリしちゃってるっていう。うんこ詰まって。で、薬の力で一回出し始めたらもう、オワコンよ。排泄がまともにできないとか生命として終わってないから、いやでも女の子多いよ。やっぱ運動とかやっぱ筋力的な部分が多いんだろうね。姉が薬に依存してるが多いよ、本当に。水飲んでも出ない。何しても出ないって。だから男は幸せ者だよな、そうやって考えると。うんこしてる時って一番幸せじゃん。クソ気持ちよくない？うんこ我慢してる時とさ、うんこしてる時ってマジで気持ちいいじゃん。なんかいいスレ見つけた。肛門爆破。極太バリ型便秘グソ怒涛の一気出し20。何このスレ。肛門爆破、極太バリ型便秘グソ怒涛の一気出し。クソスレ。だってあれだよ。さ、便秘って2、3日とかじゃないよ。1ヶ月便秘の人とかいるからね。本当に。一月便秘。やばくない？一ヶ月分のうんこ一気に出る人がいるんだよ。で、いきなり催して、公園の便所とかでやって、ぶっ倒れちゃうとか。で、入院してくる女とかいるもん。一月だよ。で、先生に、どんぐらいうんち出てなかったのって言われて、一ヶ月ぐらい出てませんでしたとか。その、便秘で亡くなってる女とかもいるし。調べてみ。多分ネットニュースになってるはずだよ。ネットニュースになってるやついる。一月ぐらい出なかったっつって。ほんで、そんだけのもん体のためってさ、一気にバーンって出しちゃうから血圧下がるし。怖いよ、便秘って。
入院してる人とかは必ず便のコントロールするからね。いや、干潮しても出ねえんだよ。石ころみたいになってるから。あ、ほら。便秘で1年間排泄せず死亡した女性を解剖した結果がやばい。1年はやべえな。手術案件だね、それ。それやばいわ。1週間でもやばいのにさ、入院っていうか、病院行かなきゃいけないのに、1年はちょっと尋常じゃないわ。コンクリートだよ、コンクリート、本当に。なんで病院行かなかったんだろうね。体臭もうんこ臭くなるし、だって、もう腸の半分ぐらいはクソで固まってただろうね。1年はやばいわ。手術本当にしなきゃいけないだろうな。それか、健康診断の時にさ、あれな、直腸診か、マグコロール P っていうの飲まなきゃいけないのね。2リットルガブ飲みしなきゃいけないの。それでもう体の、もう、ね、次の白いうんこがピーって出んのね。あの、ナウシカのあれみたいにピーって出んの。あ、だからモコウとか飲んだことあるはずだよ。あいつ、潰瘍性大腸炎とか言ってたじゃん。直腸診してるはずだから、絶対飲んだことあると思う。2リットルの水をガブ飲みしなきゃいけなくて、前日かなんかに。よく、検査2時間前だっけ、わかんないけど。2013年2月、エミリー・ティッタリントン。自閉症でトイレ行くのが怖いという事情もあって、8週間もの間、便秘が、状態が続き死んだ。あ、魚卵。俺はこの間、抗がん腫瘍で抗がん切除したぞ。お前すげえな、よくそのタイミングであっけらかんと。お前音だけみたいな感じだな。僕今、手足ないけど元気に生きていきます、みたいなさ。あっけらかんとしてポカーンと周りはやっぱ見てるけど、大丈夫なのって言うけど、お前抗がんなくなるってことは、とんでもないことだぜ。二つとも取っちゃったの。腫瘍ってことは、抗がん腫瘍ってことは、癌だったってこと。